今日はインタビューの方ありがとうございます。はい、じゃあまず最初に自己紹介の方ねお願いしたいと思います。どうぞ。米粉パンと重ね煮の料理教室をしている清音かなと申します。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあかなさんは今回のリブランディングアカデミーの、まあ、一期生というかモニター生で入っていただいたんですけれども、このリブランディングアカデミーに入る前に困ってた悩みとかっていうのはどんな悩みがありました？そうですね、毎月の集客に悩んでいて、その浮き沈みで悩んでいたりしてました、うん、そうするとじゃあアカデミーの方で期待することは浮き沈みがないような状態の事業設計とかができたらいいなっていうこと。そうですね、自動集客っていうのを一番の目標にしていて、いつも自分がまあ、安心して仕事を続けていける状態になりたいと思いました、うん、で実際にじゃあやり始めてまだね最終回は残ってる状態なんだけれども、構築してきている感じで自分で何か手応えとか感じてるものとかありますか？はい、めちゃくちゃありますどんなところを特に感じました？そうですね、自分を内観していくっていうところが一番で、うん、そこを今まで気づかずやってきていて、その場その場でやっていたので、もう自分のことを発信していくのってすごい難しいなと思ったんですけど、でもそれを自分を分かるっていうことで、よりそのこれからの仕事に活かせていけるんだなとすごい感じています。はい、ありがとうございます。そしたら例えば今回習ったこの講座、どういうタイプの人だったらおすすめとかって思いますか？そうですね、私のようにがむしゃらに活動してきて、ちょっと頭打ちになってきている人とか、自分の作ってきた講座にちょっと自信がない人とか、あとはもちろん集客なかなか苦戦している人とかに受けていただけたらと思います。ありがとうございます、はい、これから例えば3年とか5年とかお仕事は続けていくと思うんですけど、将来の夢とかなんかそんなのあったら教えてください。将来はそうですね、自分の料理に自信を持って、で家族にこう美味しいって喜んでもらえて、でそのママが、自分ってこうすごいんやっていう自己肯定感を高めてもらえたら一番いいなと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあね、ますますのご活躍期待してます、はい、頑張ってください。今日もありがとうございました